どうもこんにちは、新米クッキングのひかです。今回作る料理は沖縄料理の、正月お盆とかによく出される汁物中身汁を作っていきたいと思います。はい、ここからは材料の紹介をしたいと思います。まず最初にメインである豚のもつですね。続いて干し椎茸、こんにゃく、かつお節、生姜などなどですね。いつもならこの鍋使うところなんですが、沖鍋で作っていく予定です。まず最初に干し椎茸を軽く水洗いでやってから 200cc ぐらいの水に椎茸を4枚戻します。その間冷蔵庫に入れておきます。はい、ちょっと紹介もちょっと遅れたんですけど、豚肉の肩ロースも使います。はい、ここからは下ごしらえをしていきたいと思います。まず最初に豚のもつですね。沖縄では中身って言いますけどね。はい、まずこれはすでに茹でられてるものを買ってください。一からやるともう大変なので、もう茹でられてある程度はボイルされてるやつを買ってくださいね。最初からやるともう大変なこともありますので、ね、臭みがすごくてぬめりもあってですので、茹でてあるやつを購入してください。こちらをメレケン粉でやるところもある、小麦粉でやるところもありますけど、うちは塩で臭み、ぬめりを取ります。先ほども塩を使いました。これは飲んでください。こんな感じで手で揉んでぬめりを取ってください。ぬめりなんかぬめりがありますね。これを水でよく洗います。なんか元のくるくる巻いてるので、この中身もよく落ちるようによく揉み洗います。今度油温も効いてますね。あと塩気を取らないといけないです。豚肉も茹でていきたいと思います。肉が覆いかぶさるぐらい入れるのは料理酒大さじ1杯ですね。入れます。肉が柔らかくなるためですね。はい、その間にもつの処理をしていきたいと思います。はい、でかい鍋で豚のもつをボイルしたいと思います。時間的には120分ぐらいですね。2時間です。こんな感じですね。豚の肩ロース、豚のもつですね。早く沸かすために蓋をします。続きましてボイルしている豚があるんですけど、パクをこまめに作ってあげてください。こんにゃくを洗っていきたいと思います。簡単でいいんですよ。水洗いですね。もう匂いがすごい。はい、元の方もアク抜きをしたいと思います。アク取りですね。2時間は長いですね。コトコト本気よく作るのが中身汁を美味しく作ると思います。はい、肩ロースの方は血が出てこなかったので中まで煮えてると思います。
はい、熱いですので、こちらを。肉を取って冷ましたいと思います。この茹で汁は取っておいてください。後で使いますので。はい、ブラジルは後で使いますので、ボウルに移しておきます。入れ物は何でもいいんですけどね。手頃なのがあったので、こちらで移しています。そしてこの容器で、カツオ汁を作りたいと思います。はい、カツオ出汁を取っていきます。1800cc に対して 40g って書いてますので、こちらに、まあ、ちょっと量が多いので 900cc の 20g で取っていきたいと思います。まず 900cc ですね。はい、これで、はい、今500入れました。残り400、はい、残り400入れます。焼くですね。はい、火を起こします。これもしばらく待ちましょう。沸騰してから、かつお節 20g を入れていきます。はい、続きまして、かつお節を取っていきたい、かつお節のだし、かつおだしを取っていきたいと思います。沸騰したお湯に 20g 入れます。はい、かつお節を取っていきたいと思います。あ、ごめん、干し椎茸が戻りましたので、肉を切っていきたいと思います。短冊にですね、何だったら入れますか。うん、いい感じ。ちょっと赤いけど、こっちは残しておきますか。120分経ったので、軽くでいいです。はい、一通り材料が揃いましたので、こちらから合わせて完成に持っていきたいと思います。まずもつですね。続いて肉ですね。順番はどっちかでもいいです。そして干し椎茸の戻したやつですね。干し椎茸と戻し汁を加えます。そしてカツオだし加えます。こんにゃく加えますね。最後に豚をボイルしたやつの茹で汁を入れますね。肩ロースです。はい、これを火にかけて味を整えたら完成に近づく、完成ですね。中火でやっていきます。味を整えていきます。よし、沸騰させるために沸騰します。さて、ちょっと
だけ味見してみたいと思います。これからですね。味がちょっと薄かったので調整していきたいと思います。小さじ1を入れます。もうちょい入れてもらったら、どうでしょう。入れます。大さじ1。これ、ちょっと一緒に食べてみよう。じゃあ、3杯でもいいでしょうか。なお小さじの塩追加。うん、こんなもんですかね。様子見ながらちょっと追加にやっていきます。醤油大さじ1入れます。ちょっと薄いんで、ちょっと1からここから微妙な調整になりますからね。かき混ぜてからの味見しのどうなるかっていうのをちょっと確認しながら、また醤油加えるか。うん、こんぐらいでしょ。味も整いましたので、これで完成です。あとはお茶に盛り付けていい感じにしたいと思います。はい、はい、どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。今日の中身汁結構時間かかりましたね。もつの洗うところですか。あそこさえクリアしたらうまくいくと思います。それと味付けですね、問題は。はい、動画はこれで以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではありがとうございました。